宇田清子10月15日台は、日本の俳人、現代俳句協会特別顧問、日本芸術院会員、文化功労者、草園編集長、草寿会員代表、大阪俳句研究会理事、現代俳句協会会長などを歴任した、山口県徳山市生まれ、向川学院女子短期大学家生学科卒、1953年、 石井露月文下の遠山麦郎を知り俳句を始める。1962年、麦郎が没し、前田正春主催となった、市林に入会。1970年、草園総監に参加し、桂信子に指示、同志編集長を務める。1976年から1985年まで、坪内俊則編集の現代俳句に参加。百七十八年より、 草園編集担当となり、市林大会。1981年、未定に参加。1982年、第29回現代俳句協会賞を受賞。1985年、大阪俳句、研究会創設に参加し、同会理事。1986年、坪内代表の、宣段に参加。2001年、復衆、像にて、第35回。 打骨賞受賞。2002年、四十号賞を受賞。2004年、桂が没し草園習慣、新たに草地を創刊し会員代表となる。2006年、現代俳句協会会長に就任。2012年、記憶で、第27回主化文学館小俳句部門を受賞。2014年、第14回現代俳句大賞受賞。2016年、 日本芸術院賞受賞。2019年、第18回俳句式大賞受賞。文化功労者。2020年、第61回毎日芸術賞受賞。し林やしの中で俳句の骨法を学び、草園で、信仰俳句の伸びやかさに育まれた。伝統、信仰、前衛の良さを吸収し、また評価している。さらに、集では、作家、中び、 熊野との出会いから工夫に転換が起こった。代表区に天皇の白髪にこそ、夏の月、いつしかにあまりないにも、耳や舌などがある。農事や祭事に関心が深く、俳句詩や俳句評論の分野の著作も多い。ありがとうございます。